パチンコ。緑の負けパターンはいつも同じ。やめ時がわからない。この台にいくら入れたの？12,000円。1万円でやめようと思ってたんだけど、今やめたらもったいない気がして。でもさっきから何も起こらないし。それもわかってる。だけどもしこの台捨てた後で誰かが速攻当てたら。わかる。当たりを取られたくなくて打つ気持ち。あなたの未来が見えます。え、何？あ、緑、こちら占い師の茜先生。占い師？こないだのひかるちゃんといい、葵の友達って癖強いよね。で、別に友達ってほどじゃ。緑さん、その台は当たりません。光は見えますがとても小さいです。あまり期待はできないでしょう。1000円で他に期待できる台をお教えしますよ。こいつ、この人の占い当たるの？まあ当たるっちゃ当たるんだけど。ガロウ剣、これ熱いの？私はいつもこれで当たるよ。茜先生。私、当たらないとは言ってませんけど、私が見た小さい光はこれだったのでしょう。それを掴み取るとはさすがです。でもまあとにかく良かったじゃん。悪いね先生。やはり私の占いに間違いはなかったようですね。どうする緑。でもやっと台が騒がしくなってきたし、弾もよく入るし、もう少し様子を。いえ緑さん、占いに関係なくやめた方がいいと思います。パチンコをやめる理由よりやめない理由を考え始めたらもう冷静じゃありません。今緑さんはムキになってストレスをお金で買ってるだけです。大事なのは占いの結果より、その結果を受けてどう生きるかです。全額突っ込んで負けてもいいと思える価値がその台にありますか？そんなこと言ったらパチンコなんてどれも。でも先生の言う通り、ちょっと自分を見失ってたね。他の台を占いましょうか。どうしようかな。でもこの台、確かに挙動良くなってきたよね。騒がしくなってきたし、弾もよく入るし。まあ私も占った以上、この先打ってどうなるのか結果は気になりますね。私だー！この台は私だー！今日はこの台と一緒に死ぬんだー！もはや勝ち負けじゃない！一人で打つのが好きだったのに、なんだか変なのが集まってきちゃったな。次回は4人で。まあ別にいいけど。